はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さんティアラメンツ環境は楽しんでいらっしゃいますでしょうか。本日はですね、ティアラメンツを利用したティアラメンツ流劇的クソリッキをねご紹介していこうというふうに思っておりましてですね、本日何をやっていくかというと、あのティアラメンツギミックが追加されたことによってですね、あの楽園デスピアがですねやばいことになっていまして、あのティアラメンツギミックをぶち込んで、まあ、楽園もねあの一緒にぶち込んでぶん回すとですね、マスカレード3体めっちゃ出ます。今まで、マスカレード3体はその結構難しかったんですよ。まあ、2体は結構出るんですけど、3体出るって結構難しくて、意外と反動的にねだったんですけども、あのティアラメンツモンスターたちがそもそも闇属性で、あのデッキから墓地にあの叩き落とせるんですよね、ルベリオンとかの効果で。でさらにあのティアラメンツって、あのキトカロスがあのティアラメンツ、あ違う、カレイドハートが、ティアラメンツレイノハートを指定してるんで、有効破壊とかにも対応していて、なんか有効の手数を1個増やせるんですよ、基本的には1個か2個なので、これを利用しますとですね、先行でマスカレードが3体出る、ワンターン3マスカレードが可能になるということなんですね。まあ、つまり相手は、1800ライフポイントを払わないとカードの効果を発動できないという。こういうクソレッキが爆誕しました。はい。ちょっとそのマスカレード3体を出すのに全力かけてるんで、誘発とかあんま入ってないんですけども、増字ケアするためのうららとか、あとも墓穴くらいしかちょっと入ってないんですけども、これでもですね、手数結構出るんですよ。普通にその、アルベルからの楽園融合もあるし、あと、HM チェーンからの融合もあるし、融合派兵からの、レイノハート、特殊召喚もあるし、あと簡易融合からのキトカロスもあるし、結構ね手数出るんでね、意外とね高校でもまくれたりしますね。で先行だったらこいつで蓋するっていう、そういうねクソみたいなムーブができるんで、よかったらね皆さんもちょっと動画見ていただいて、なんかこのクソゲーをちょっと体感していただければいいかなと思いますので、早速ワンターン3マスカレード決めていきましょう。デュエルスタンバイ。さあティアラメンツ悪用デッキやっていきましょう。ティアラメンツというデッキ強すぎていろんなことができるんですが、本日はですね、著作権料を徴収していこうと思っておりまして、商標と全てのカードに商標登録をしてきました。はい、というわけで、商標登録デッキ分回していきたいというふうに思っております。とりあえずまずは楽園融合を発動。楽園融合の効果、あればその楽園と、それから闇属性モンスターを墓地に送って融合召喚をすることができる。デスペアがないとちょっと始まらないんで、デスペアにアクセスをしていきましょう。行け深淵竜ルベリオン、そしてルベリオンの効果、チェイジー、そして、チェンニー、これはどっちもいいんだ、これでいいな。これちなみに効果で墓地を送ってるわけじゃないんで、これでティアラメンツの効果を発動することはできません。はい、ここだけ注意ですね。さあそして通っていく。さあ悲劇のデスペアの効果、デスペアの時計アルベルを手札に加えていく。さらにルベリオンの効果、一旦普通にミラージェイドを出していく。これで相手が、ああはいはい楽園ねというね、ちょっと若干の油断をしたところからが私の勝負の始まりですね。さあデスペアの道系アルベルを攻撃表で召喚し効果を発動。デスペアの道系アルベルの効果によりデッキから楽園カードを持ってハウフニスダーニー貴様やるな、ちょ外れろ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 、当たっとるやないか。あでも一応言うてそう、あれそうでもねえか、言うてそうでもちょっとまだわかんねえな。まあ、とりあえずちょっと赤の楽園を持ってくるわ。でレイノハートくんの効果はまあいいや、レイノハートはいい、レイノハートはもうしょうがない。でレイノハート特殊召喚成功値効果、メイル、いやーやばい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 、ちょっと連鎖してきた、連鎖されてきた、やばい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 、おいてめえ俺のターンだぞ、舐めやがってくそくそー。でレイノハートくんのネイルを落とす効果、くそくそ、キトカロスだけは除外しとくか。ちょあいつ一生使い回されるとガチ終わるから、まあ、とりあえずキトカロスとかいうクソモンスターを ゲームから除外していく。はい、でティアラメンツキトカロスくんの効果はどうする。
あ、クライムね、除外から戻すね。いや、まあでもこれで除外から戻す方の効果使わせたから1テンポ遅くなってるからワンチャンある。くそ、あのゴミモンスターが許さねえ、絶対に許さねえ。デスピアの同期アルベルト、ティアラメンツシェイレーンを融合されとし融合召喚、あらあらろ、格尺竜マスカレイド、そしてシェイレーンの効果発動、効果で墓地を送られたため融合召喚を行うことができる。これによって、うお、もう一発融合。この2体融合際に普通にするとあのマスカレード2体確定するんですよね。強くないですか。そして、手札よりマジックカード、インスタントフュージョンを発動。インスタントフュージョンの効果により、あらあら、お前だけがティアラメンツ使いじゃねえんだよ、ティアラメンツキトカロス融合召喚、過去ロイヤル加工、ちなみに僕ロイヤル加工のキトカロス2枚当たりました。そんなにいらない。そんなにはいらない。さあティアラメンツメイルーを墓地送り、ティアラメンツメイルーの効果を発動していく。うわ、赤の楽園を発動、悲劇のデスピアンを回収し、プルリン、もうミラジェイドいらねえから、ちょっと一旦普通にミラジェイドを変身させに行くか。ミラジェイドをゲームから除外していく。そしてミラジェイドとデスピアンで格尺竜マスカレード融合召喚。さらにどっちが強いかっていうとルルガロスの方が強そうだよね、さすがにね。なので、メイルートキトカロスで融合召喚、アラロティアラメンツルルカロス、これが新時代のティアラメンズデッキよ。ワンターンスリーマスカレード。開幕持ってきたいけどちょっとコストないや、いえ、さあ全てのカードを商標登録しておいた。貴様はカードを発動するたび毎回毎回1800円ものライフを支払ってもらうぞ。さあかかっていやがれおら。1800円支払えバカだれ。さあティアラメンズスクリームいいだろう、そんなカード発動していいのか、本当にお前ライフなくなるぞ。カードを1枚発動しただけで1800円ものライフを支払わせる最強カード、それがワンターン3マスカレードパワーよ。おっとレイノハート召喚きた。くっそ、レイノハートまで出てきたか、やるじゃねえか。さあおっとスクリームの効果。レイノハートの効果破棄したら、あー打点が下がってしまった、まずい。待って、それやばいことしようとしてない。やばいやばいやばい、これアーゼウスの敵だ。くっそー、許さんぞ貴様。くっそ、マスカレイドが、俺のマスカレイドが、わー。絶対に許さん。いや普通にこのデッキさ、こんなことしてもまだまだ全然動けんのやばすぎるでしょ。これでアーゼウス出てくんのこれせこいって、ズルだよこれ。まあ、一応、ルルカロスとマスカレード蘇ってくれるんでまだなんとかなるかもしれないですけどね。さあ、ティアラメンツルルカロスのモンスター効果を発動するぜ。このカードは効果で墓地を送られた場合自身の特殊召喚をすることができる。一度だけ戻ってくるということさ。クソ、スクリーム強すぎだろ、打点下がんのマジ勘弁してくれや。なんだあのカード、ふざけてるだろう、どう考えても。マスカレード3体立ったら勝てると思うじゃないですか。勝てないですよねこのデッキ。やばすぎ。いやでも今アーゼウスだけなんで、ま、ワンチャンだと思いますよね。楽園融合をぶち込むわ、ドロー高な。あ、オッケーオッケー、これティアラメンツの効果無効にできるかもしれないから割とカード的には強いが、いやでもコスト見せはできないかこれ。コストにする必要ありそうだ。楽園融合を発動。さあ楽園融合の効果、いやまあこれちょっとねアルビオンもう使っちゃったんでこれコストにしてできましたね、墓穴を。まあもうしょうがねえ、商標登録したカードを普通になんか無効って言ってるけどめっちゃうざいなあの時。さあ新エンリュールベリオンを特殊召喚し、新エンリュールベリオンのモンスター効果発動、墓穴をぶち込むしかねえ。そして、デスピアンの効果も発動。あーでもまあワンターン3マスカレード君の効果で結
構なライフを持ってってくれたから、まあ、割とワンチャンなんとかなりそうな気がしますけどね、これね。はい、ちなみにルルガロスは特殊召喚系の効果も無効にできるんで、今一応ね、無効にできるカード1枚だけある感じなんですよね。で、特殊召喚するのはさすがにミラジェイドしかねえな。飛剣竜ミラジェイド融合召喚、うおー自分のうちの伯爵竜マスカレード特殊召喚、よし、これでデスピアル時計アルベの攻撃表示召喚し効果発動、よし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 、いける、いくぜ、バトルフェイザー、うおー、ミラジーの効果発動、うおー、おーらー、くらえー、うおー、マスカレードさんの仇、あぶねー、ま、ワンターン3マスカレード返されると思わなかったぜ。ハンドは、デスピアにアクセスしづらいので、これ、キトカロスのあの、墓地壊し効果使うしかないかな。テラフォーミングの効果を発動。さあ、制限カードをしっかりと引いていく。ペルレイノ、うわぁ、決めー。まあ、確かにペルレイノを発動されたらめんどくさいもんね。割と確かにペルレイノを止めるよりも、発動されちゃったペルレイノを止めるよりも、普通にテラフォーミング止めた方が厄介な説はある。まあ、どっちかというとキトカロス今含融合 で出せるからあんま関係ない気がするけど、さあエッジインプチェーンと融合を持ってきて、でさらにでインスタントフュージョンを発動、インスタントフュージョンの効果によりいけティアラメンツキトカロス融合召喚、そしてティアラメンツキトカロスの融合召喚成功時効果発動、ティアラメンツモンスターを1体墓地に送るか手札に加える、あティアラメンツカードか、ティアラメンツカードを1枚手札に加えるか、墓地の送る効果、そしてティアラメンツキトカロスのモンスター効果発動、自身を墓地に送ることによりティアラメンツレイノハートを特殊召喚、そしてレイノハートの効果をチェーンし、ティアラメンツキトカロスの効果をチェーン2で発動、うおー落ちろ悲劇、落ちろ落ちろ悲劇、うわー落ちた、いやいや待って待って、アルベル全部いった、待って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 、アルベル全部いった、これはねちょっと待ってくださいね、アルベル全部いったやばいですね、悲劇のデスピアンの効果、そして、ティアラメンツメイルの効果、これ戻さないといけないな、ティアラメンツメイルの効果は融合召喚をすることができるという効果、ここで一回マスカレードでこれデスピアン戻すしかねえ、アルベルを戻すし、危ない、救出アルベル救出、行け伯爵竜マスカレード、そして悲劇のディスピアンの効果、アルベルをって考えてか、危ねえ、いなくなってるからね、デッキ戻さなかったら今サーチするカードアドリビリムしかなかったですからね。さ あ、デスピアンの同期アルベルの効果を発動、あてかアドリビリムでもいけたか、今別にあの墓地からアルベルを創生すればいいから、アドリビリムでワンチャンあったな。そして楽園融合を発動、楽園融合の効果、新炎流ルベリオンを特殊召喚していくぜ。さあここでしっかりとハウフニスを墓地に送ることによりハウフニスの効果も起動していく、新炎竜ルベリオンの効果、まあ割とどっちかと言われるとエッジインプチェーンの方がいいかな。そして、ティアラメンツハウフニスの効果発動、ハウフニスも融合召喚をすることができる、うおアルティメット融合連打これちょっとアルベル君墓地の落ちてもちゃんとね戻せるのが偉いですよね、これね。いけ伯爵竜マスカレード、さらにルベリオンのモンスター効果発動、ルベリオンのモンスター効果により融合召喚飛剣竜ミラージェイド爆弾、さらにエッジインプチェーンのモンスター効果を発動、エッジインプチェーンのモンスター効果により、まあこれはまあ別にコストになるんであんま関係ないですけどね。そして手札あるマジックカードを融合を発動、融合の効果によりティアラメン、間違えた、闇属性モンスターとデスピアモンスターを融合したいとして融合召喚、ワンターン3マスカレード結構いけんなこれ。あと何出せんだこれ、一旦ターンエンディングストーリーだな、一旦ターンエンディングストーリーで、マスカレード3枚
てかこれあれだな、一応アーゼウスとかケアするんだったらこれあれだな、残しとかない方がいいな、これ。あの守備表示モンスターとか、あ、ダマシアか、ダマシアくんね、ダマシアくん、このミラージェード飛ばした方がいいんじゃない、これ。ドキドキ、ドキドキ効果、まあ、ドキドキ効果はちょっと普通に無理なんで、まあでもこれでこの後妨害なくなりますけどね、一切この後妨害一部にもなくなるんですけど、ドキドキはちょっとゲームから除外させてもらおうて、オッケー。さあどうする、おっとなんか発動してるぞ、なんだ、あ、カトリンか、いや強いな、オッケーだろ。さあカトリンの効果、手具だから岩石モンスターを特殊召喚ができる。でもさ、これアダマシアってめちゃくちゃ効果使うよねアダマシアってめちゃくちゃ効果使うと思うんだよね。あ、ちなみにそのアダマシアリサーチャーとかいうモンスターも商標登録しておいたぞ。おっと、おファシルダイナパキュラで入ってるのか。サプライヤー、オッケーオッケー、いいでしょう。効果発動してっけど、あなた、あなたもうライフないですよ。もうあと1回しか効果発動できませんけど、大丈夫ですか。すべてのカード商標登録しといたんで。え、いや使ってもいいですけど、出てきたところでソロモンスターもう無理ですよ。その効果使いませんよ。大丈夫ですか。なんかめちゃくちゃ頑張っめちゃくちゃ頑張ろうとしてっけど、はい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 。でさらに、効果を使って、もう効果発動できませんけどもう効果発動できませんけど、あなたもう残りライフ800しかないですけど、大丈夫ですか。さあ3体でシンクロしていく、フルフルとバロネスもう無効効果は使えない、バトルいいでしょ。おー、マスカレード1体勝利した、やるじゃないか。でも大丈夫か、なんかわけわかんねえ、そのなんか攻撃力100みたいなモンスター棒立ちしてるぞ。お前それ大丈夫か、なんかクソザコモンスター棒立ちしてっけど、あなたそのモンスターはどうするつもりなんですかかわいそうにな悔しいでしょうねカードを5回くらいしか、4回くらいか、4回くらいしか発動できないの悔しいでしょうね。カードを4枚しか発動できない最強デッキ、いけ、うおーっとらー、これがワンターン3マスカレード。さあ、あー強そうですね、これは割と強そうだな。いやまあでもあれか、これか取らないといけないか、俺から埋葬、いやこれ強そうではねえわ、これ融合持ってこれねえじゃん、これ全部通る前提だったら最強だけど、全部通る前提だと最強なんですが、悲劇のデスピアンの効果を発動、大丈夫かな。でデスピアンの時アルベルを手段に加えていく、そしてデスピアンの時アルベルを攻撃表示召喚し効果と、あ全部ダダ通りやんけ、それはあなた終わっちゃいますよ、おわ終わりですよ、当たり前に強いなこれどんだけ融合するって感じだよねこれね。これは普通にこっちでいいか、悲劇のデスピアンとハウフにして融合召喚、格尺竜マスカレード、そしてティアラベンツハウフにのモンスター効果発動、これによって3体目のマスカレードを融合召喚していくワンターン3マスカレードさあ使用料払え、効果、ちなみに効果は4回まででお願いします、モンスター効果は、4回まででお願いしますたけカード使用料1800円はたけ、強欲で金満なツボ、とりあえず1800円払い、1800円支払って、カードを6枚除外して2ドロー、コストおめえコスト重っ、1800ライフ支払ってカードを6枚除外してから2枚ドロー、コスト重すぎでしょ、よし、ゲあなんでそんなカード入ってんだよやばいよ、でもまあでも一応マスカレード君残ったからマスカレード君頑張ってもらいたいか、マスカレード君って見とか、うわーやばいことしてる、金玉帰ってった、金玉帰ってったやばいことしてる、真なる太陽神、いやこれこれでこのままして、このままライフ払ってして
このままくたわれ。うわーやばい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 、それやばい、太陽神こいつで打点がめちゃくちゃ上がるという効果で、ラータマリリースすると、デッキからラーの抑止力が4000出てくる。やばい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 ぞ。いやでもこれライフ足んなくねえか、4400しかねえから、ライフ4300払ったときこれで8300だろ、8300、いや足んねえだろ。いやマスカレードお前仕事してるわ、仕事してるこれ。いや多分相手足んねえこれ打点が。で、ラーの抑止力の効果千里ライフ支払うことによって、いや大丈夫だ、いや余裕余裕余裕、だって打点も上がんねえもん、もう6700しかなんないじゃんこれ。来たわ、よく仕事してる。いやこれこれだったら返せる、オッケーいいよ、太陽神合一いいだろう、いいだろう、よーし全然余裕だぜ。そんな打点ならまだまだ俺は返せるぞバカ誰が。